皆さん、改めましておはようございます。この時間からも引き続きウェザーニュースライブモーニングをお届けしていきます。担当は青原桃香です。どうぞよろしくお願いいたします。引き続き生放送で最新の気象情報を中心にお届けしていきます。本当ですか？今日は納得の1分間天気でしたかね。ちょっと最後着地に失敗。そうなんですよ、うまくいっていたのにというのは全然バレバレでしたね。表情はなんとか保ったんですけれども、ちょっと私は納得がいかなかったですね。失礼いたしました。ね、ただ内容はしっかりとお届けできたかと思いますので、とにかくこう今日は午後を中心に天気の急変にご注意ください。皆さん、おはようございます。時刻は8時を回りました。この時間からはウェザーニュースライブサンシャインをお届けします。今日の担当は魚住真由です。よろしくお願いします。さあ、この後も8月6日、今日の全国の天気中心にお伝えしていきます。朝のお忙しい時間帯かとは思いますが、つながりやすいところからご視聴いただけると嬉しいです。はい、名古屋つながりということで、おもちゃんがモーニングね。で、私がサンシャイン、昨日とくるっと入れ替え状態ですね。はい、おはようございます。そして今日は8月6日、ハムの日。唐突唐突ですが、8月6日でハムの日なんだそうです。皆様、朝食食べられましたか？食べて、あ、スタッフさん食べてない。ダメです。ハム食べたいですか？ハム、どうやって食べるのがお好きですか？パン、飴玉焼きとね、ハムとね、美味しいですよね。なんかハムも厚み結構幅あるじゃないですか。分厚いハムと薄いハム、どっちがお好きですか？厚い方がお好きね。肉って感じしますもんね。肉肉だ。あー、生ハムね。でも生ハムはサラダとかにぴょんぴょんって入れたいかな。ぴょんぴょんって。生ハム単体で食べられる方いらっしゃるじゃないですか。で、それはちょっと塩味が強く感じちゃって、そう、ちょっとしょっぱく感じて、何かと混ぜて食べたいかもしれない。そう、チーズとね、巻き巻きとかしたら美味しいんですよね。チーズとハム太郎って言いました今。チーズとハム太郎。ハムスターってチーズ食べるのかな、どうなんだろう。あのハムちゃんはね、そのハムじゃないですからね。ハムスターのハムちゃんですからね。皆さんも朝食しっかりととってね、元気よく1週間残りあとどれくらい。まだ長いですよ、まだ前半ですからね、乗り越えていきましょう。うん、確かに夏休みでいらっしゃる方もきっと多いですよね。夏休み、私何してたんだろう過去。スイカ割りしたことあります。でも小学校の時に数回って感じ。今やったらどうなるんですかね。もうなんかポーンみたいな、全然違うとこポーンってやりそうじゃないですか。どうなんだろう。なんかお家ではぐるぐるバットとか大人になってやったことありましたけど、スイカ割りってぐるぐるしてからでしたっけ。あ、でもそうだったかもしれないですね。10回回ってみたいな。でも私は小学校の時が多分最後なので、スイカ割りぐるぐるしなかったかも。そのまんまもっともっと前前前、横横横みたいなんで、全然違ったことみたいな。やってた記憶があります。最近はぐるぐるしてないですね。なんかそれこそ LG さんの時とか良くないですか、ぐるぐる。どうですか。ちょっと長いか、10回って結構ボーンみたいな。皆さん置いてきぼりになっちゃうからね。100回はもう三半規管がもうポンですよ。どうでしょう、三半規管。
飛んでくってどういう状態こうなっちゃいますからね。ほどほどにですよ皆さん、無理せず良い夏休みをねお過ごしくださいねえ、ポーンですわ本当に本当にポーンよ、皆さん気をつけてくださいねということで、ここまではそんな夏を感じるお話もしていきましたけれども、こんにちは、8月6日火曜日、時刻は11時を回りました。ここからはウェザーニュースライブコーヒータイムのお時間です。担当は松雪彩香です、よろしくお願いします。さて、明日8月7日はもう立秋ということで、明日からは暦の上では秋ということになります。ですので暑さに関する表現も残暑というように変わっていきます。ただまだまだ皆さんの体感的には夏真っ盛りだと思います。なんならまだ花火大会行ってないとか、まだ夏らしいことしていないから今月中に予定がある方もきっと多いですよね。皆さんの地域の今の体感どうですか？朝はやっぱり涼しいんですよ。だからこうお家を出た瞬間は、あ、やっと涼しくなってきたなと思うんですけど、やっぱりねスタジオに着く頃にはもうミー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 なんです朝いなかったじゃん、朝静かだったのにって思いながら、もうね午前から暑いですもんね。でこう音楽聴きながら歩いてたんですけど、途中からこうセミの鳴き方が一気に変わったんですね。お、なんだなんだと思ったら、セミの声が入ってる曲だったんですよ。だから外からもセミの声がするし、イヤホンの中からも流れてくるしで、なんだか2倍くらい朝から暑さを感じていました。何の曲だったかな？ Apple Music に登録をしていて、おすすめで流れてきた曲だったので、ちょっとタイトルまで確認できなかったんですけど、ね、本当にイヤホンに汗かきそうな感じでしたね。まだまだ暑さは続きますので、気をつけて過ごしていきましょう。こんにちは。8月6日火曜日、時刻は午後2時を回りました。引き続かない。ここからはウェザーニュースライブアフタヌーンの時間です。今日はコーヒータイムからですね、私がお送りしていますので、引き続き松雪彩香が担当です、よろしくお願いします。いやダメですね、そのまま座り続けているとやっぱりこう口に出すのが慣れている言葉が出てきてしまいますね。引き続きって言っちゃう、引き続かない、コーヒーからのアフタヌーンです。こんにちは。8月6日火曜日、時刻は17時を回りました。ここからはウェザーニュースライブイブニング、山岸愛理が担当します、よろしくお願いします。引き続き生放送でお帰りの時間のお天気から明日にかけてのお天気を中心にお伝えしていきます。今日は変則的なスケジュールとなっていますけれども、ここからも担当させていただきますので、引き続きですね、何か気づいたことがありましたらコメントやウェザーリポートで教えていただけたら幸いです。あちこちで雨雲の汗発達しやすい、大気の不安定な状態が続いております。この時間もですね、雨や雷の報告を多くいただいておりますので、報告は必ず安全な場所からお願いします。雷の音が聞こえるという報告をいただいているんですけれども、ぜひですねこの後も雷の音が聞こえていたら、ぜひ安全な屋内に移動していただきたいと思います。またこのタイミングでもまだまだ気温が高い状況となっていますので、今日停電してしまいますと暑さ対策というところが難しくなるかと思います。できるだけですねこの後、いざという時に備えて、停電対策などもね、ご確認いただければと思います。ね、今コメントでもいただいておりますね、夕立が怖いなんていうふうにいただいておりますけれども、毎日のようにねこう変わりやすい天気というのが続いておりますけれども、コメント欄見ていてもやはり雷という報告が目立っています。大阪でも雷すごいです、何回か一瞬停電していますという報告いただいております。
ね、停電やばいですねなんてコメントもいただいていて、そうですね、この時間帯でもまだ気温がですね高い状況、30度を超えているところもありますし、一部35度超えの地域まだありますので、熱中症にもお気をつけくださいね。もう毎日ゲリラですねなんてコメントをいただいていて、変わりやすい天気というのがまだまだ続いている状況となっております。ここからも、最新のお天気の情報を一緒に追いかけていきましょう。私のね衣装についてのコメントっていうのもありますね。もうね、以前サーキュレーターをこのスタジオでも回していて、こう肩のところがこうなっている日がありまして、今日もまたサーキュレーターになびきそうな衣装を着てしまいましたけれども、サーキュレーター今ね止めておりますので、キャスターによってはね厚刈りさんが何人かいたりするので、サーキュレーターブンブン回している子もいるんですけれども、私は割と冷え性キャスターなので、サーキュレーターね直接風当てると結構寒かったりするんですよ。今の時期って本当に冷房の設定温度だったりとか風の当たり具合なんかも体温調節難しかったりしますよね。お店の中だったりすると寒すぎたりなんていうこともあるかと思いますが、皆さんね外と中との温度差だったりと続く暑さで体調を崩さないように上手に体温調節していただければと思います。しっかりと栄養補給したり、十分な睡眠をとったり適度な運動っていうのも熱中症対策としてとっても重要ですので、皆さんもぜひ意識的に体調管理を行うようにしてください。筋肉量だいぶ増やしてきたんですけれども、代謝はねあんまり、そうですね、だいぶ筋肉量増えてきているんですけれども、冷え性はあんまり変わんないですね私はね。体質なのかな、なかなかずっと寒い、ずっと寒いですね私ね。あんまり良くないんですけれどもね、ぜひですね皆さんも上手にご自身に合った服装でねお過ごしいただければと思います。こんばんは。8月6日火曜日、時刻は20時を回りました。ウェザーニュースライブムーンのお時間です。担当は小牧優衣です。よろしくお願いいたします。生放送で最新の気象情報を中心にお伝えしていきます。さて、8月に入ってからも暑さが続いておりますけれども、今日もですね、厳しい暑さ夜になっても続いております。